マーキー5月25日よかったです。全力でピンクと緑振ってみてました。嬉しい、ありがとう。あれだよね、その前の対バンで見つけてくれてって言ってた。嬉しい、鳥だよね。嬉しい、ありがとう。新規1回無料なのでぜひ特典会また来てください。松安ありがとう。嬉しい、ペンラも色グッド。朝から活動偉すぎました。いやそれな、今日も朝起きた、やばい。最近マジでずっと朝から動いてる。いや今日結局コンタクト入れてない、裸眼で一日過ごした。そしてすっぴんで過ごした。お風呂入った。やばいマジで、最近マジでまともに配信できてないわ。さかえちゃん、暑い日ありがとう。ハゲじゃないリコ、こんばんは。七瀬のかずやちゃん、ハートありがとう。あれだよ、今日七瀬とリハ終わり、ダンス終わり、一緒に食べて帰った。だー、寄り道してご飯食べて帰った。十分、配信時間っていうか夜ね、夜配信できてなくて、ちょっと今日もう本当は15分で終わろうと思ったけど、まあ30分ぐらいはやると思う。必ず行きます。ひなたさんと5回は話したいです。ダンス、嬉しい、ありがとう。とりあえず5回今んとこありがとう。ほんまやかわいい、スタバありがとう。伸びるかな、6月3日までに。私ライブでストレートヘアとかおろしヘア巻き髪とかライブで結ばないことがないんですよね。ライブで絶対 98% は結んでるので、どうこうかしら。ツアーの日も結ぶ、どっかは結ぶと思うんですけど、結ぶイコール髪がこうハーフアップならこうって引っ張られるし、ポニーテでも引っ張られるし、ツインテールでも引っ張られるし、なので前髪がちょっと上がるんですよね。そうだから伸びてもらわないと。いつも結んでるとか、そうデートして帰った。6月3日も見たくなりました。マーキー5月25日あちらで出してください。ありがとう。鳥リクエストしても、リクエストとかあんの？何それ、何、鳥になってほしいアーティストリクエストとかあるの？あれってさ、運営マーキーさんの主催者さんが決めるんじゃないんだ。あるの、なんか入場、誰どこ入場で来ましたかみたいな感じであるのかな。前髪短く、そう前髪は、でも鳥の時も短かったよ。モンパナちゃん来てくれた、あの鳥の日に切った。5月25日の対バン初めて鳥だった日にの、そう鳥のリハ前に切り入った。違うな、いやそうだ、鳥の日に切った。そうそう、かわいい、ありがとう。でも下ろしてるの確かに初めてかも。りゅうちゃん唐揚げあげ、こんにちは、福田ひなたって言います。そう公式の TikTok 映像、ね、映ってた。そう、カレーの公式の TikTok にライブ映像があるんですけど、対バンのライブ映像の一部載せてるんですけど、ファンの方も映ってる。そう、スタラボールの座席分かった。あ、本当？フォローありがとうございます。ツアーファイナルに向けていいことがありました。お、プレゼント？嬉しい、ありがとう。
ツアーファイナル品川に持っていくプレゼントを買ってきた今日。偉い偉いってか嬉しい、ありがとう、来てくれること自体嬉しいのに。嬉しいプレゼント、何何見つけてくれたんだろう、ありがとう。てか声ガスガスすぎてやば。マキ太郎、え、ほんと？おろしはショールームでお風呂上がりとか朝配信の寝起きとかだとよくやってるけど、マジで初期の時から一番最初のデビューステージを除いて全部結んでると思う、どっかしらね。そう、全部結んでなくて一部だけ結んでる日とかもあるけど、12時ぐらい寝て16時ぐらいまで寝てた。いいな、めちゃめちゃ寝たい、私もやばいやばい、ピンチ、寝ないと。なめなめちゃん、かわいいのギフトありがとう。16時間睡眠ってなんやねん、16時間睡眠ってすごいね、逆に腰とか痛くなりそう。てかあの体力がすごい、16時間寝れる、昼夜逆転しとん、やばい、夏休みみたい、小学生しかも。こんばんは、実はおろしストレートが一番好き。そうなん、マジ。まあ台湾とかだとありだけど、時間短いから。私も別におろしストレートは全然嫌いじゃなくてめっちゃ好きなんですよ。自分のおろしストレートも別に全然好きなんだけど、ライブでやるのは嫌い。あ、ライブっていうか、だからお話し会だけとかショールーム番組ならいいんですけど、ライブはボッサボサになるからやだ。なんか汗かくし、振り乱されて戻ってこないかな。すっぴんが一番好き、大変、それは生ではない。おろしストレートでライブだと暑いし、うん、暑いと思う。休みとカレーの定番なくてつらい、マジ。確かに台湾まみれだったけど今日とかなかった。ヘアオイル塗る、油見て、手がベトベト。ポニテ好き、ポニテめっちゃやってるよ、やってほしいっていうか、ポニテめっちゃやってる。ポニテ1位ぐらいじゃない、多分やってる回数1位2位ぐらい。見に来てね、まきゃ。やばい、スクロールできなくなった、手がベタベタすぎて。コメント、ゆうとこんにちは、ありがとう、この前取り来てくれて、楽しみ、6月3日楽しみね。マーキーの時ちょっと髪の毛食べてなかった、すごい、めっちゃ見てるじゃん私のこと。お酒、タンポポのお酒めっちゃ私のこと見てくれてんじゃん、嬉しい。うん、そう、この前の一昨日、昨日、あれいつだっけ、今日何日、23日前、鳥だった時に、木曜日マーキーで鳥だった時はハーフアップ、アーシャと同じ髪型にしようと思って鳥だった、違う、あのハーフアップだったんだけど、ハーフアップで、ハーフアップってこことここの髪がなくて、こういうやつね、ここの髪がないのになんか踊ってたら途中で髪の毛口に入って食べてたけどさ、なんかね、パフォーマンス中に直すもあれだからさ、食べてた。でも食べながら確か最前まで移動した、後ろの列から。すごいね、よう見てるわ、一瞬回ってハーフアップ好きすぎる、嬉しい。やばい、声が低すぎてやばい、もっと高いトーンで話さなければ、すごい機嫌悪い人みたいになってる、やばい、手がベトベトです。
ひっくり返す、やばい、先に並ばれて嬉しい、ゆうと嬉しい、ありがとう。ルミニの方見てた、そのルミかわいいね。ダイさんこんにちは、ムラさん、鴨志田さん、ポニーって似合ってる、嬉しい。誕生日の日歌うだ、やばい、コメント読んでるけど全然口に出せてないわね。誕生日の日に対バンあってよかった、しかも来れてよかった、すごいよね。なんか5月誕生日の5月対バンの回数が多いからなのか、単純に誕生日の人が多いのか分からんけど、5月めっちゃもう対バンのために誰かしらファンの方誕生日な気がする、マジで毎回どっかで誕生日、今日誰々さん誕生日だったって聞く、すごい。こんばんは、 D サークさん、品川とともひろの前髪ベスト、うん、近づいてるはず、今はちょっと短い、あとちょうど1週間で1週間で1ミリ弱伸びますって言われた。でちなみに切ってから4日ぐらい経ったからいい感じかにゃー。髪下ろしてると雰囲気違って見える、ほんと？キーボード吹く日には嬉しい、スマホのキーボード私にしてくれたの嬉しい。やばい、ここ見てなかった、かんずさん姫10個ありがとう、姫姫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 ありがとう、10個。夏染め7月ファイナルの20日前、へえ、誕生日ファイナルの前日、彼好きあるからいいね、前夜祭、来週の今頃は感想戦してんのかな、来てほしいけど、えね、わかる、めっちゃ早くツアーファイナル来てほしいけど来てほしくないよね、ツイッターに書いた通り、めちゃめちゃツアーファイナル楽しみだから早く来てほしいけど、初ツアーが終わってしまうのが悲しい。ウエストの2階、ウエストの2階久しぶりに行った、昔はまあ、2階開放してる時あったよ、前2階にお客さんいた、対バン全然あった、2階席この中にもいたんじゃない、2階席からライブ見てた人、今回じゃなくて昔っていうかあれかも、前もあったかも、なんか分かんない、人数によるのかな。あんちゃん姫へのギフトありがとう、神さえさん嬉しい、そう、あ、昨日の彼好き、確かにまあイベント終わってもイベント盛りだく、あ、じゃあツアー終わってもイベント盛りだくさん、それはそうかも、夏の対バンめっちゃ決まった、対バン夏フェス、野外の夏フェスとかもすごい決まってるし、ツアーファイナル終わった休憩だみたいな感じではないね、嬉しい、今年も夏フェスたくさん呼んでいただけて、昨日の彼好きで決まったんですけど、七瀬の生誕と決まった、昨日の彼好きで発表されたんですけど、7月に七瀬の生誕と浴衣イベント情報解禁されましたです、公式ツイッターとホームページも出てると思うので、チケットの発売とかはまだ全然先なんですけど、で開けておいてくださると嬉しいです、23と29です、23が七瀬生誕で、
29が浴衣イベントです。懐かしい。七瀬の2部は後日発表。2部やるならショ、ん？なんて書いてたかな。私たちもあのショールームの画面しか見てないんですけど、ショールームの配信中の2部は詳細が決まり次第発表しますみたいなことを左下にちっちゃい文字で書いてたから、2部があるのかないのかもわからないけど、あるなら決まったら発表されるのかな。とりあえず23日に七瀬生誕は決まってるらしい。浴衣イベントね、浴衣イベントさ、メンバーの浴衣姿生写真とか SNS では割とね、アイドルの浴衣とかもう夏の時期になったらめちゃめちゃ見れると思うけど、生で見れることなかなかないからさ、そうレアです。去年やった浴衣イベントも浴衣だ、あの時に初めて東京サマーセッションを披露したしね、浴衣で。そう、夏曲ハニーワックさん、いずれさん、かわいいのギフトありがとう。これめっちゃ元気そうでよかった。そいつはじめまして、いずれこんにちは。そう、写真撮れ、今年も写真撮れるのかはまだ発表されてないから分からんけど、去年と同じイベントとは限らんからあれじゃないかな、分かんないけど。そう、何も詳細出てないけど、まあ浴衣は着るんじゃないかなって思う。さすがに浴衣着ますとか言われてないけど、メンバーたちは着る気でいるので、うん、そう、浴衣でサマーセッションなのでね、一緒に浴衣タイトル名についてるぐらいだから。こちらこそ姉ちゃんに優しくしてくれたら、全然 LINE してた、今日も昨日も。そう、カレー夏の2年目、そうカレーの夏2回目のカレーの夏です。そう、特典会行かなかったのメンタルあれ、形は来てねえじゃん、寂しかった。サムライで行く、サムライ侍って、ジンベエ、男性の方が着る浴衣で僕すご、足開かん足開かん、僕らはこうやってこうできない、こうやってうん、うん、足ができん、大変やばいね、本当にどうしよう、声マジでやばい、何この声やばすぎるんだが、あーあいうえお、テイクストックさん、虹ありがとうございます、嬉しい。袴、袴ってなんだっけ。いやそうね、雨欲しい、マジそれな。袴って卒業式の時のやつだっけ、やばい。スキメンっておしめの中に、嬉しい、スキメンってこと、嬉しい。そう、あ、配信してると思ってラジオかなと思ってちょっと覗きに行ったら、さっきなんかカメラで自撮りしてた。15秒ぐらいしか見れてないんだけど、配信15秒ぐらい見た時はなんか自撮りしてたかよくわからない、そうなんか知らない、わかんないけど、ニコニコ元気そうで顔出しててよかった。浴衣イベントと行きたいイベントかぶってしまう、せいちゃん、雨ラスト2個の龍角散発見した、多分これめっちゃ昔のな気がするライブ前によくメンバー食べるんですけど、そう届いた、本当そこそこなので人間失格なのかもしれない。
ショコショコにゃの、いつも配信来てくれて、この前も数ヶ月空いたけど、兄に2日連続会えて嬉しかったのに。うわ、待って、歯磨きした。やだな、飴舐めるの。今開けたけど、え、髪ネイルキラキラ可愛い、嬉しい。今ごめん、今ネイルキラキラ可愛いのコメントは3分ぐらい前に目で見たコメント急に思い出して言いました。ちょっと今のここのコメント欄に出てないんだけど、遡ったらあるはず。ごめんね、あの見てるんだけどあんま口で反応できてなくて、ありがとう。いっか、あんま砂糖入ってなさそうです。もう歯も磨いた。ん、これ喋らなくない？あ、シャインマスカットのチョコパイ食べた？え、ね、なんかおしゃれだったよね。ね、ちょっと半分こしたやつ。チロルチョコかと思ったら、え、そうそうそう。昨日幸せだったね。うん、幸せだった。マジでやばい。あの、昨日も幸せだったし、もうやばい。あの、昨日の朝起きた時も幸せだったし、昨日の丸一日も幸せだったし、今日朝起きた時も幸せで、私本当に、あの、罰が当たりそうって思ってる。めっちゃ幸せだった。やばい、昨日めっちゃレッスンとかもめっちゃ、なんていうんだろう、仕事的にもめっちゃ忙しくて、結構うおーって日だったんですけど、なんと奇跡的に、そう、幸せなことがあって嬉しかった。ちょっと待って、コメントね、コメント。ファイナル楽しみて、不安なことがいきなり起きて、大変が起きとる。不安なこと？何ほら、明日東京のチケット発見してくる。カルプラの画像をバグってるかと思ってビビった。なら、あえて長すぎてキモいなと思って、自分の感想で、なんかそうやばいと思って。そう、昨日は、いやマジでさ、やばい。でもこんな顔面と声で語る話ではないんですけど、飴舐めながら、ちょ聞いて、もう本当にさ、なんかさ、なんか嬉しすぎてやばい。なんかマスクしながら喋ろっかな。やばい、マジで どうしよう。あの、喋らない。飴が、待って、あ、なんか口の中見えそう。ファイナルに持っていくプレゼント取りに行ってきた。え、嬉しい。何、ありがとう。取りに行く系？ちょっと喋れないからマスクする。あの、そう、聞いて聞いて、もうさ、ユニセックス、あつのりさん、やばい、なんかマスクしたらやばいやばい、目が、うご、やばい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 、マスクしたら痛い。やばい、なにこれ、スースーする。マスクしたらさ、あの、びっくりした。なんかあの無比を目に塗ってしまったみたいになった。やばい、なんかあのスースーが来て、やばい。え、どうしたらいい、これ、こうやってしゃべる。びっくりした、こんなことになるの。いや、普段飴舐めながら喋ることとかないじゃん、日常生活で。飴舐めてる時は別にもう喋らないからさ。え、やばいやばい、なんか来る。笑っちゃいけない。これ、ちょ、どうしよう。浮かせながらこうしたらいいかな。字は。なんだっけ。やばいやばい、本当にびっくりした。ん、発火、ユニセックスか。え、どうしよう。
M だとちょうどいいけど、あかりちゃんのオンギャー T シャツみたいにゆるラボで レッスン着できる系なら L でもいい。 L かな、なんでもいいよ。でも正直ユニセックス S でも M でも L でも着れるからお任せする。なんかデザインによるよね、使うやつ。なんかもう嬉しい、私何でも着れるので何でも大丈夫だよ、ありがとう。何でも着れるのよね、だいたい M が多い。 M 買った、ありがとう。名前セーフした、よし行くね。いやこれ、ね、ちょっと待って、こうやって喋るのとこうやって口見えないように喋るのどっちが、でもなんか目もすっぴんだから恥ずかしい。仕事中にわざとハッカー飴、ハッカーの飴マスクにつけて目の周り、うん、これ眠い時いいと思う。あかりちゃんどうぞ、おいしい。なんだっけ、あ、そう、聞いて聞いてください、私のこの奇跡的な話。なんかえ、うん、ありがとう、おにくん嬉しい。ママヤホ、あのね、昨日はもう終わった話だからスケジュール公開したってもいいと思うんですけど、そう、なんか変則的な日で昨日は15時までレッスンがあって、全体のね、その後全体じゃないけど、まあ、そんな細かく言わんでいいか、15時までレッスンがあって、その次のレッスンが17時からだったんですね。で15時から17時だけ空いてて、まあ実質さ15時に終わるけど、15時に終わっていろいろしてたらまあ15時過ぎになるし、17時からだけど、まあ、17時前には到着しとかないといけないから、まあ、実質2時間も空いてなくて1時間半ぐらい空き時間があったんですけど、もうさ、そんなさ、なんか時にもう16時からね、大好きな方のイベントがありまして、無事行けたの、めっちゃ嬉しいんだけど、もうさ、やばい、本当になんか正直行けると思ってなくて、仕事入りそうだなとか、でもマジで本当にその来店イベントでチェキ券持ってる人がチェキ取れるっていうイベントだったんですけど、みはるんが福田さんのアクティブに驚いてた。みはるん、いや、てかメンバーみんなにびっくりされた。えみたいな、福ひなこの間にどっか行くのみたいな。そう、ダッシュで着替えて、そう、ダッシュで着替えて行って、ダッシュで行った、走った、そう、最後走ったけど余裕で間に合った。え、そう、だからなんか15時開始のチェキでも15時までレッスンだから行けなかったし、17時開始でも17時からレッスンだから行けなかったので、その間のもう私のためにあったかのような16時開始だって、うわ、これは何としても行くしかないと思って、でもなんかそのポップアップさんのポップアップの店舗の方に、なんかチェキってどのぐらい混むとか予想ついてますかとか、どのぐらい並ぶんか、確定じゃなくてもいいんで予想ついてますかとか聞いたけど、もう分かりませんみたいな、分かんないです私たちもみたいな感じだったから、もう最悪取れないのも覚悟で前日にチェキ券交換とチェキ券を1枚はゲットしてたけど、なんかチェキ1枚じゃ我慢できないからもう1枚欲しくて、また数万円使ったんですけど、お金そうで、取れるか確証もないんですけど、まあ取れる可能性があるってことでチェキ券2枚ゲットしてダッシュで行って、そう、追加したの。そしてで、なんかしたらちゃんと16時前に到着したんです、無事に。で、到着してたら、なんかその写真会に来られた方はここにお並びくださいみたいなアナウンスが言われたから、なんかさ、正直私も分かんなかったの、なんかだってさ、ここでなんかどうしようって思ったの、なんか正直何人ぐらい並ぶか分かんなかったから、これどうしようどうしようどうしようみたいになったけど、でもやばい、こんなにも
もうこんなに場所にも到着してて目の前なのに、なんかここで変に日よって取れなくて帰るとか一番やだと思って一番やだと思って、お並びくださいって言っても誰も並ばなかったから、あ、待って、ここに溜まってるなんか数名の方々、もしかして友達と待ち合わせ待ちとか、もしかしてたまたまいるだけで席の人じゃないのかなとか思って、あ、すいません写真ですとかチェキですとか言いながら並んだら最善になってしまってそう、なんか、そう、本当に申し訳ない、あの、そうで、なんか並んだら他の方々も並んできて、え、やっぱあなたたちもチェキの方々だったんじゃんみたいな、なんで行かなかったのとか思ったけど、なんかもう、え、でもこれ変になんか喋りかけるのも違うなと思って、なんか可愛い女の子たちばっかでさめっちゃなんか恥ずかしくた、本当になんかすっごい気合い入れてさ、まあ気合いは入れてたんだけど、なんかさ、なんかでも誰も行かなくて、でも私はこれで急にさ、なんか何十人も並ばれてさ、時間間に合わなくてチェキ取れずに帰るとかあるとか鍵開けになってた、そう、しかもそれをあのエリンさんがツイッターで書いてくださってて、ちょっと恥ずかしかった。そう、でも無事ね、うん、それであのお話できてよかったどうしようって思って目覚めた。だからループしてから、え、そう、なんかさ、めっちゃ言われた、そのなんか敵券複数を お持ちの方は言われたけど、ちょっとさ時間なかったからさ、あ、まとめてでとかやって、楽しかったよ。ツアーのくじ引き追加してる我々の、あ、本当、え、なんか投票ボタン押しちゃった。綺麗でおしゃれな女の子、うん、なんかね、もう、でも私が行った時はマジで4時ジャストすぎて、多分4時ジャストっていうか、うん、あれだったからあんまりそんなに人いなかったんですよね、多分10人もいないぐらいだった、だからめっちゃ少なかったからよかったんだけど、そうそうそう、受けたそんな時は欲望にすな、え、そうそう、だからと思って、エリン様のツイッターのコメント見て、え、そう、やばい、本当に恥ずかしかったけど、あの、嬉しかったです。え、そう、めっちゃ優しいよね。テイクストックさん、花束のギフトありがとうございます。めっちゃ優しいよね。なんか、え、もうめっちゃ優しすぎて、涙が出る。本当に。なんか、レッスンとレッスンの合間に行けたことにも感謝だし、行けて、無事間に合ってよかったし、なんか、とりあえず最高でした。ダッシュで着替えて、ダッシュで、バタバタしながらでも行ってよかったなーって、めっちゃ。私の時、本当？私の時早すぎたのかも。そう、ほんまにいなくて、よかった。サクッと行けて。多分みんなお仕事とかあるからね、遅くに来たんだと思う。16、平日の16時だから多分無理よ。仕事してる方。だから、ある意味良かったですね。間に合ってよかった。溢れる気持ち、カレプラで、そう、カレプラで語りすぎてさ、もう大変、あれやばい、本当になんか気持ち悪いぐらい語ってしまうから、ちょっとあれにしたけど、ぼかし、なんで、ちょっとなんでこれ勝手についたん、ダメだよコピペとか、ダメです、すごい優しい、めっちゃ優しかったです。え、なんかさ、対応が優しいのはもちろんなんですけど、なんかツイッターに載せてくださってて、あの、いや本当に優しいっていうか、もうやばい、なんかさチェキを取りに行ったんですけど、チェキを取りに行ったんですけどそう、チェキを取りに行ったんですけど、あの、写真を撮ってくださって、写真撮ろうって言ってくださって、もう涙が出るかと思ったね。やばいよね、え、私めっちゃドキドキして心臓が張り裂けそうになりながらチェキ取りに来たんですけどチェキ撮る前に写真撮ろうって言ったけど、ええー、みたいな、もう想定外、もううわーって、もうなんだこの可愛い着物はってなりながら、え、そうで、なんかホルダーに収まってしまっただけでもすごい、うれ、もうありがとうございますの気持ち、もうなんかホルダーに私の写真をね、こう
あのイン貴重なホルダーにもう容量とかもあるだろうに、もうありがとうございますそんなもんと思って、たださツイッター載せてくれてて、しかもそのツイッターに載せてくれてるだけじゃなくてタグ付けもしてくださってて、あとなんかあのなんかカレンダーエブリーの福田ひなたちゃんって載せてくださってたの。もう優しすぎてさ、なんかなんならなんならあの普通になんかアイドルの女の子も来てくれました、記念に写真撮りましたみたいなでいいじゃん正直。え、なんかそれでもめっちゃ嬉しいし、もう優しすぎると思うのね。なんかあのアイドルの子がなんか自分で来てチェキ撮りました笑うぐらいでもいいのに、カレンダーエブリーの福田ひなたちゃんもグループ名もフルネームも載せて、なんかあとなんか私と話した内容とか最善だった情報とかも書いてたんですけど、そうなんかめっちゃ優しいと思って、もうやばい神ですね、やばいよね。しかも大切な大切な同期の方々とが来てたので、その大切な大切なねドラニの同期の方々の横っていうのがなんか本当にもう恐れ多すぎて、なんか大丈夫なのかなとか思った。なんなら別のツイートでよかったぐらいなのに、本当にさあのやばいやばい、ほんまにやばい。ね、私これ早口になってる、いや全然早口じゃないと思う、これだって今日声がおかしいからあんまり早口で喋れない、雨なめになってるし、の喉飴そう、あ多分もっと健全な喉と口内環境だったら多分もっと早かったわ。え、そうめっちゃね優しいなって思いました。優しい、やばい、もう鬼可愛かった、嬉しすぎる、たまらん、そう優しいよね、びっくりした、かわいすぎた、かわいすぎた、かわいすぎたえ、めっちゃ距離近かった。でも第一声がなんでだったのがめっちゃおもろかった。なんかもうとりあえず私はあの幸せです。もうなんかねさすがに全部を語るのはあれなんですけど、幸せだったということだけお伝えしとく。みんなも幸せに生きようね。え、そうなんかね、いいよね。絶対コロナ禍だったらさ、何メートル距離を取ってアクリル板越しにとかだったんですけど、ね、よかった。いやマジ。マジ神だった本当にそうで、なんかそのもう優しさにあふれたツイートそのタグ付けと名前まで載せてくださってた時のタグ付けだから通知が来るんですね、タグ付けされたら。で昨日そのレッスンとレッスンの合間にそれ行って、その後仕事した後にショールームの彼好きの番組だったんですけど、その彼好きの番組、ショールームの番組、ショールーム内の番組の彼愛のこと好きになってくれますかの番組が8時からだったんですけど8時からだったんですけど、もうこの本番の直前にスマホがブーってなって、えって思ったら、そう、うーんさんがタグ付けしましたみたいなツイート来て、えーってなって、もうやばいマジで、本当にさもう本番の直前だったんですけど変な声出してしまって、そうもうねあのやばかった、もうあの腰が抜けました。で、えやばいやばいやばいみたいなことやってたら、
もうすぐ本番だからスタジオに移動しないしてねみたいに言われて、あ行きます行きますとかやって、もうどうにか気持ちを落ち着けて始まった彼好きでした。実はそうびっくりした本番前に。だから彼好きはそんな指針をね入れるわけに、自分の指示状を入れるわけにいかないので、どうにか平常心を保ちましたが、そうもうそわそわしてあれって思って、そうそんな状態ならグラグラも初めてあんな初っ端にグラグラ倒した。いつも私グラグラで燃えてくれますかな遊び、全然倒さない人なんですけど、多分昨日はおかしかったんだろうね。そう第三トータルのギフト、今とさっきもありがとう第三、この前も会えて嬉しかった。そうってなって、うんそうもう幸せな気持ちで迎えました。彼好きに、その前にも幸せなことがあったはずなのに、彼好き前にもありえん幸せをいただいてしまって、なんかマジで今んとこ天罰が当たってなくてよかったなって思うマジで昨日はめっちゃ帰るの緊張してました。やばい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 みたいな、本当に変なとこで事故とかこけそうと思って、そうなんかもうよかった、無事何事もなく帰れて。なんでって忙しい仕事だからそれとか、ね、いやマジで時間に感謝だったな、あれは本当に感謝、なんか生きてきてくれてありがとうって思った。いやマジでこんなに、いや16時にあんなに感謝したの初めてだったわ私そうオタクならチェキツイする、いやもうチェキは自分のものだけに収めたいので絶対に見せませんこちら側と同じなんよ、いつもありがとう、えこちらこそ、うん、なんかねおかしかった、幸せすぎて。でもなんかみんな可愛かった、来てた子すごいすごいすごい。こんばんはタレちゃん、初見さんこんにちは、ありがとうございます。16、あやばいめっちゃ、そううん、なんかよかった、雨なめ終わった、エコ食べました。そう、ね、萌えゼリフびっくりした昨日だいたいいつもは萌えゼリフ他のメンバーがやってるのをニコニコで見てる派だ、派っていうかニコニコで見る側だったんですけど、昨日は倒してしまいました。何キャリアムなのに、ね、わかる、びっくりした、嬉しかった。だから昨日はめちゃめちゃなんかいろいろ用事が多い、用事カレー愛関連の中でもすごい、なんて言うんだろう、何時から何時はこれで、何時から何時はこれ、何時から何時はこれみたいな、めっちゃ4つぐらい
あって、なんか充実してた一日なんだけど、さらに充実した一日になって、サチでした。そう、レアちゃんおつひにゃん、あこれニョロニョロアバターだね、っちゅの。イベントの発表、そうそう、その日々の原料、日々の原動力になるから嬉しいね。そうやな、そう、私もそういう存在になりたいなってめっちゃ思った。ね、浴衣イベント発表されると思ってなくて、昨日びっくりした。もうそんな時期なんだって。この前までなんか桜だとか言ってたのにね、いつの間にか浴衣だとか言っててびっくり。浴衣今年もオレンジかな、何色だろう。気になるね、夏フェスだよね。カレー屋のスケジュール的にここだけの話で、そうなの前言ってた子かな。いいじゃん、また。ああ、そうやっていいね、いいね、楽しんできてね、いいね。マジなんでそういうあれになってるのか気になる。いいじゃん、楽しそう、楽しんで、それは美味しいわ、絶対絶対に美味しいわ。私も今日女の子と焼肉行ったので体感ですね。またあーね、どうなんだろうねステージの。いや、なんかさ、別に浴衣イベントイコールあの演出イベントとは決まってないから、全く同じとは限らんのじゃん去年と。いや、わかんない、ごめん、これで全く一緒だったらあれだけど、本当に私も何も聞いてないからさ、まだ開催ってことしか聞いてないから、ごめん、マジでファンの方と同じ推測ではしかないんだけど、どうなんだろうね。去年と全く同じで撮影会とか萌えゼリフ系なんだっけあるのか、全然違うイベントになるのか、今日はおっさん二人で縁日あった、ね、縁日楽しかった、縁日あってほしい今年も、ね、楽しかった。縁日そのご飯系じゃないけど、なんか釣りとか輪投げあったんですよ。メンバーがまあ接待側っていうか、ファンの方が縁日で遊んで、メンバーは店員さん役っていうか、なんていうか、そんな感じだったんですけど、やりたい、楽しかったな。確かにあれ久しぶりにひな見れて嬉しい、ありがとう。りなちゃん山菜そば野菜山菜そば、水菜とかが入ったそばってことかしら。メンバーに相談されそうな答え、あ、絶対あの子じゃん。いいね。カレー盆踊り大会。盆踊りってどんなんだっけ。そう。浴衣はいつメンバーが、え、ね、カレー10人衣装一緒だからさ。え、浴衣変わるかな、かね。変わるなら何色だろう、めっちゃ気になる。なんか
ね、どうなんだろう。交差 AK OK の3コンボです。お疲れ様、えらい。5月って中間、中間交差英検オーキャンオープンキャンパス、お疲れ様。すごい、それは大変すぎる。お疲れ様、一旦落ち着いてよかった。えらいぞ、いなとエニスできたらね。シム撮れるかね、撮りたい写真今年もあるんかね、写真イベント。なんかそれしかなかったから、逆にあるんか不安。今年なんか浴衣イベントを発端として他にもその写真撮影会みたいなのがこの1年であったらありそうって思うけど、なんか浴衣イベントだけってさ、他あれはあった、クリスマスのやつ、なんかあるのかなって。めっちゃあってほしいんだけど。ピンクかミントグリーン、それ私のペンライトカラーだからでしょ。ペンライトカラーと似合う色はあれだ、ちょっと別にそういうわけじゃないけど。ほんと？じゃあ願っとくね、そういうの着れるように。去年の色ベストだった。ほんと？スタッフさんに感謝だわ。絶対自分だったらオレンジとか選ばんかったからさ。嬉しい、そうだった、びっくりした、オレンジって、オレンジ嬉しい。山中湖とサマーセッションいけない。ああそうなんだ、仕事的にソロもソロとかなかった、グループだったよ。そう、山中湖とるとサマーセッションいけない。月に1回しか自ら選べる休日がないってことかな。どっちもしてがたいね。野外イベ派なら山中湖、室内浴衣なら浴衣。ビックラポン、いいね、クラデシ、美味しいよね。去年の浴衣イベントの短冊、嬉しい、ありがとう。じゃあそのおかげだ。暖色系に合いそう、本当。自分で着るなら何、選ぶなら何色がいい？単独カフェしなら単独派。嘘、全然最近単独でも会ってないんだが。そうなの？フェス派なのかと思ってた、いろんなアイドルさん好きだから。単独派なのにしては会えてないぞ。待ってる。自分で選ぶなら、でも白基調の、白基調で色が入ってる浴衣着たい。私白ベースのなんかいろんな色が入ってるやつ。白ベースって去年ユリピだったかな。白ベースで、別にそのユリピの生地柄がいいとかじゃなくて、なんて言うんだろう、白ベースでなんかいろんなピンクだけとかじゃなくて、なんかいろんな色が入ってるやつとか。難しいな、着てみたい。そう、着たいな。難しいな、何色。何色があるっけ浴衣って。なんか去年ナナサが着てた水色の浴衣、あ、白基調、白基調で水色の浴衣もめっちゃ可愛かったんだけど、なんかあれは私無理だな。ナナサ肌が白いからめっちゃ似合ってたんだけど、あれはね、なんかナナサレミリンミハルンみたいな、肌が白くないとちょっと映えなさそう。めっちゃ似合ってた、あのナナサの浴衣めっちゃ似合ってた。あれ今年も着てほしいぐらい好きだった。あれも可愛かったけど、ちょっと私は無理そう。そう、なんか肌
肌白いからこそ活かせてたなって思う。え、ってなったら私白ベース似合わないのかな。いや、ちょっと違うかも。あ、ちょっと訂正訂正。いや、無理なのかな。え、わからんわからん。あ、紫もちょっとイメージつかんだ。ちょっと難しそう。黄色でも去年と似てるから、浴衣がどうせ変わるならオレンジ黄色は嫌かな。せっかく選べるなら、去年オレンジ着たから。黄色って似てるじゃん。そう、めっちゃカレー屋に入ってからそう言われるけど、絶対自分がアイドルになってなかったら着てなかったよ色だわ。原色とかマジありがとう。黄色はあれだよ、疑似恋愛のパジャマが黄色だったから。あ、七瀬ちゃんも去年めっちゃ好きって。あ、本当？えね、やっぱ自他ともに認める可愛さだったんだよあの浴衣は。めっちゃ可愛かった。あれ、疑似恋愛のパジャマもなんかミヤタンとかめっちゃ大人っぽいお姉さん、紫に黒のハート、紫と黒っていうなんかすごいねお姉さんって感じのパジャマだったんだけど、そう、私のとリエ、私とリエめっちゃ、そう、いや、この話したことあるね。そう、小学生って言われたメンバーに、福ひげとリエのなんか同級生ペア小学生みたいなパジャマでね。あ、紺色？原色すぎて黄色と赤みたいな。短パンだったし、短パン？ショーパンだったし、やばいあれ。紺色とかいいかもね。紺色は確かに着たことないかも。紺色の浴衣か、普通にプライベートでも着たことないかも。浴衣とかそんな着ない、着たないもんな、あんまり生きてきた中で。確かに紺色、そうだね、良さそう。確かに、うん、推し編の MV も、推し編は緑とオレンジっていうか、オレンジも入ったやつって感じだったか。緑のズボン初めて、緑っていうかあのクリスマスのチェック、伊勢丹みたいな柄のズボン履いてた。確か推し編の衣装じゃない衣装は、そう、原色って何色があるんだろうね。原色って何色だ。緑、緑、赤、青、黄色、オレンジ。あの、あれか、色鉛筆の12色色鉛筆、24色じゃなくて12色色鉛筆にある色か、原色って。か、あー、そうなのかもしれない。伊勢丹柄、多分そうだった気がする。推し編の MV 映ってないかな、あんまり。推し編ズボンまで映ってないかもしれない。最後のみんながダーって走っていくとこで映ってると思う、多分全身 MV のラスト。ガオ柄、え、ガオ柄はちょっと嫌かもしれない。なんかガヒョウ柄とかってことでしょ。え、なんかちょっとなんかあのか関西感っていうかあれかも。あ、やっぱそうだわ、緑のズボン。あ、でも伊勢丹柄はちょっと嘘かも。全然伊勢丹柄ではない。伊勢丹さんよりは全然黄色とか入あんまり入ってない。入ってるけど入ってないね。あの推し編なんて許さないの MV の3分41秒見たらわかる。
まあでも伊勢丹さんに近いズボンの柄だった。そう、一応ゴールドと白バーって色もある。あ、12色色鉛筆なんか、うん、関西って感じ。うん、そう。てかないでしょ、ヒョウ柄の浴衣は。絶対そのアイドルが着るスタッフさんの選考のこういう表っていうか選考リストに絶対ヒョウ柄ないと思うわ。そう、いやなんか普通に着るならいいけど、そのアイドルのさ宣材写真とかイベントで着るのは、そのグループのコン、私そのアイドルが着るのが悪いって言ってるんじゃなくて、私たちのグループのコンセプトに合ってないから絶対そのないと思う。だって可憐さをね求めて、可憐を売りにしてるグループなので、あ、絶対ないと思う過激じゃなくて可憐なので。彼、あ、本当？お父さんの MV みんなで見たらもうめちゃめちゃ前だよ。おしへん1年以上経ってる。 MV 公開されてそう、懐かしい。やばい、かわいお高めツインゆりのね、あかりちゃんめっちゃ髪短い。待って、あ、やばい、声裏返る。待って、このリオちゃんクソかわいい。あーのとこ、え、あーでさ、ソファーの裏から飛び出してくるリオちゃん、えぐかわいい。やばいやばい、めっちゃ3回目リピート、今巻き戻した。ええぐ、髪がピョンってなってんのもかわいいかわいい。もう一回、え、えぐかわいい。やべえ、やばいぞこりゃ。リアちゃんがかわいいのは当たり前だろ。え、当たり前じゃ、特にかわいい。この見て、この飛び出してくるリアちゃん、あのえぐかわいい。こうやって、かわいいよ、めっちゃかわいい。やばい、5回ぐらい見ちゃってる。いや、めっちゃかわいい。なんじゃこれね、リアちゃんにを改めて見た。ここが今の推しです、推しポイント。かわいい、やばい、やばい、ガロクしたいからね、なんか気に入った。何回も見てるはずなのにこの MV かわいい。え、その後の笑顔もたまらん。この飛び出てきた後のあの笑顔もたまらん。やば、リアルはもっとかわいい。それな、本当にそういうの。やばい、オネリピしちゃった。そう、かわいい。え、ね、かわいいよね。
人形。みんな顔が幼い。ゾワゾワしてる。やばい、リオちゃんくしゃみするかな、こんなにリオちゃんの話してたら。リオちゃん可愛い、わかるね、めっちゃ見ちゃう。特典会幸せだった。お、あ、奮い立つんだ。見逃した。これプルプルプル、生まれた。なんかさ、年月経つの早すぎてやばい。1年以上経ったなんて、この撮影から。なんかさ、こう見たらさ、マジでさあ、今 MV 見てるんですけど、1年前の。こう見るとさ、なんかすごくない？なんか当たり前じゃないよね。なんか一人もメンバー変わってないのすごくないですか。なんかめっちゃ当たり前だと思ってたけど、誰一人メンバーとか歌割り変わってない、誰も入れ替わってない。嬉しい。すごい嬉しい。すごいな、よかった。カレー愛で、うわ、寺本のウィンクもらっちゃった。会場だと奮い立つんだの時についつい福田見ちゃう。嬉しい嬉しい、ありがとう。一応奮い立つんだソロで歌ってるので、ありがとう、見てくれて嬉しい。真ん中で大きいハート作ってるのが可愛いのよね。そう、ファンサ中にうどん届いた。ファンサ中にうどん届いたとはどういうことだろう。うどん、カレーアイーツの時の話。やば、いや、なんかすごいな。え、いや、すごいよこれ。だってもうすぐ2年だよ、あと5ヶ月とかで。いや、さすがに皆さん見てくださいと。嬉しい、ありがとう、見てくれて嬉しい。やった、めっちゃ目あった。そっちは気づいてないかもしれないけど嬉しかった。あ、カレーアイツ、あ、そうなの。ファーサーの時よう覚えてるね。なんか歌ってる時に届いたのは覚えてるけど、ファーサーだったかはちょっとわからない。懐かしい、カレーアイツ去年のあれだよね、エイプリルフル。それだけしっかりとした体制ということよね、すばら。嬉しいね、しっかりと。めっちゃ環境恵まれてると思う。鬼ほどアイドルいる中で、もうアイドル戦国時代だからさ。カレー愛最高か、なんて読むの、カレー愛最高かやか、かにちっちゃいや、一度目があったけど、ね、気づいてないと思ってたから言われて、めっちゃ見てたのに。でもめっちゃ目合ってた。私が2列目とか3列目に行った時も目線が外れなくて嬉しかった。ティフ3回目だし、今年からベッパン買いました。ありがとう。やばい、ティフ3回目ももうありえない、早すぎでしょ。2年目でティフ、やばいね。うん、光栄です。やばいね、3回目か、すごい。ね、あと埴輪の曲をこんなにたくさんもらえて贅沢で恵まれてるとか。そうだよ、なんかさ、そう、ハニーワークスさんのサウンドプロデュースのアイドルグループなんですけど、ハニーワークスさん、あれ、
のが彼愛に楽曲を書いてくださってるだけでもめっちゃ嬉しいのに提供してくださっててね、ハニーワークさんがもともと持ってた楽曲カレーアイを作る前にもう有名曲ばかりなんですけど、それをさね、カレーアイにカバーさせていただけてめっちゃ嬉しい、ね、カバーだってモノさん楽曲だけでもめっちゃたくさんカバーさせていただいて、でなんか音源とかもさカレーアイ用に変えてくださってて恵まれてるなってめっちゃ思う、嬉しい、すごいよね、新人アイドルグループでこんなに楽曲ねもらえてる、そうだよすごい、しかもなんかさそのさたくさんもらえてる楽曲が一個一個がさもう日本こう全国で見てもすごいね、なんていうのこういう表現難しい、こうやって世の中に公開されてる質のいい音楽っていうの難しい、やばい、なんか叩かれそう、でも見てないか誰も別に、でも怖い、 SNS って発言したら全部なく、なんて言うんだろう、なんか丁寧に作られた思いを持って作られたって言いたいんだけど、なんかそんなこと言ったらさ他の方が作った楽曲が丁寧じゃないかとか、なんか思いがこもってないかとかなりそう、 なんて言うんだろう、うん、でもハニーワークさんの楽曲って全部すごいなって、そう、うん、ちょっと言葉が難しいけどすごいよな、びっくりしてる、嬉しい、だってさ友達とか、ま、特に私とか10代20代世代とか特にだと思うけど、みんな知ってるもんね、ハニーワークスさんの曲、そうすごいことだなってめっちゃ思う、改めてね、あハニーワークスみたいな、なんかこの曲だよねとか絶対みんな何かしらそう知ってるし、えめっちゃ聴いてるとかだし、みんな知ってるからさすごいわ、そう、アイドルの楽曲って本来なら外部に発注かけるわけだけど、でそうそうね、感謝ですよね、プロデュースしていただいて、そう世代的に知名度高い、そうだね、推し編と僕らの衣装本当によくできてる、カレーアイ、ん？推し編と本当好き、あれアイドル楽曲って本来なら外部に発注かけるけど、カレーアイだとハニーワークスがメンバーを理解して作ってるからだと思う、いやそうそうそう、なんかさ私たちのことをずっと、まあ、プロデュースしてくださってて、知ってる方が歌詞書いて作曲までしてくださるから、なんか私たちに合った楽曲、歌詞の意味、私たちの現状も加味した、そう今の私たちのことを描いた歌詞、僕らはきっとすごくないとか、マジ曲もらった時みんなもうやばい、もうすごかった、感極まって、そうすごいよね、熱いですよね、ね恵まれてるなって思う、嬉しい、うちの子供たちもハニワの影響強い、誇り高きはもともと歌ってたし、え、だよね、そう、そろそろ青系の衣装来るかな、青、でも今の衣装も 青っぽくない、今カレー愛がある衣装は白と、なんていうの、まあ、シングル CD は出してないけど、シングル曲っていうか代表曲衣装、MV のそのアイドル宣言とか誇り高きとか、疑似恋愛の MV 系のやつ乗せて、アーシャ系の衣装で言うと、白、ピンク、青、今の衣装なんて言うんだろう。ね、
すごいよね、なんかすごい今の色って青貴重、いやいろんな色が入ってる、難しい。リボンは落ち着いた緑色で、難しいね今の衣装って何色って言うんだろう。でもあ真っ青でもないから青でもないけど、もう難しいな確かに。うわ何色っていうのこれって、アイボリー色、アイボリー色、赤色、でも赤でもない、いや難しい難しい、これ今の衣装って何色って言うんだろう。でも確かに青ではないか、いやでもちょっと今あれ拡大したんだけど、え何色って言うんだろうこれ、カレー色、あそれ一番いいね、カレー色、紺も入ってるしアイボリーも入ってるし、これなんて、あ赤色、な何色って言うんだろう、コーラルピンク色、難しい、入ってるし、なんかそうだよね、確かに、うん、赤系、あまたし、まあ優しい赤系、難しい、可愛いだけじゃなくて上品な感じ、えねめっちゃ思った、この衣装見た時めっちゃ上品、なんかめっちゃ可憐だなって思った、なんか可憐ってこの衣装が表してるなってめっちゃこのサード衣装で思った。2個目は可愛いって感じだったじゃん、そう、ヨーロピアな感じ、ああ確かに、ギジネヌ、ギジネヌはなんでみんなちょっとチラ見えするから好きなんですかね、ギジネヌなんかメンバーが思ってたより好きな方が多くてびっくりしてた最初、そうなんかみんなピンク系の衣装好きだと思っててファンの方が、そうギジネヌって黒白だからさあれかなって思って、ミニだから、あ確かにめっちゃミニだもんね、疑似恋愛の衣装だからか、みんなそんなデザインも可愛いけどあのそういうところしか見てないんだから、ちょっとそうん、今のサード衣装もめっちゃ好き、初めてワンピース型だなんですよね今回の衣装、今着てるやつ、あの最初のやつも2個目の推し編のやつも上下分かれてて、ジャケット1個目がジャケットで2個目はセパレートのやつだって分かれてたけど、今回の3個目の衣装で初めてワンピース型だった、推し編の衣装は攻め、推し編の衣装は攻めで、今の衣装はバランスいい感じで、次も楽しみ、バランスいい感じとは本当バランスいい感じ、今じゃあ今もしかしてベスト枯れ合い、まあ確かにね、デザインあるひなちゃんが着るから可愛い、嬉しい、アイドル宣言の MV の衣装、アイドル宣言の MV の衣装一回ファンミで着たと思う、めっちゃ熱かったあれファンミでアイドル宣言の衣装やったよ、やったやった、あれも普通にジャケットっていうかブレザーだったから熱かったなそう、かわいい、あのワイン色っていうの、ワインレッドの制服だったからかわいいよねあれ、あ違うわ、あれだった、おかえりなさい、違うな、ロフトナインであの制服着た、あれアイドル宣言のやつ、ロフトナインのお帰りなさいイベントかな、花火より恋のリリーベは花火より恋の MV 衣装だったから、まず福ひなの表情をずっと見つけて、後で衣装やアクセサリーに気づく、嬉しい、うん、アイドル宣言の衣装は上下一体型、普通に制服、あのよくある高校とかである上下一体型、上下一体型じゃないよあれ、ブレザーじゃん、
ロフトナイン懐かしいよね、めっちゃね、すごい衣装って楽しい。さすがにふくなさん可愛いと思ったもん。嬉しい、ありがとう、衣装のおかげだわ。そう、ずっとロングスカートかと思ってたけど今の衣装も好き。確かに、私もなんかカレー屋行ってロングスカート系の売り出しなんだと思って、そういう、なんだろう、乃木坂さんってさ、ミニスカートじゃなくてだいたい膝は隠れてるじゃないですか。なんかそういう感じでめっちゃ長かったから、初期のファーストの衣装がロングスカートのレースで、そうで、なんかこういう感じなんだねみたいな感じで思ってたら次のセカンドの衣装でも膝上短いピンクザ・アイドルみたいな衣装が来て、あ、そういうわけじゃなかったんだって思った思い出。そう、えこんにちは、そう、はじめまして。そう、個人的には一番最初のベージュが見た、ベージュ真っ白だよ、一番最初の衣装全然ベージュじゃない、マジで白、もう純白、何より白い、本当に白い、なんか白すぎてテカってるぐらい白い、ティッシュとかより白いポケットティッシュとかより白い、白、最初の白はマジでもうね、な、何ね、白いよね、なんか光沢のある白でした。そう、めっちゃいい生地、なんかすごかったですよ。そう、ファーストの衣装あんまりちゃんと見てなかったから今見てきた、あれも素敵ね、アイボリー意識の、そう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 、そうなのよ、最初の衣装もアイボリー要素入れてくださってて、そう、嬉しかった、例えば分かりづらいけどな、ね、白かった、そうそう、好きな色、好きな色はミントグリーンとピンクが、あ、そうそうそう、ジャケット以外は一体型、そうそうそう、懐かしいね、ポテト、確かに、ロフトナインのポテトめっちゃ美味しかった、塩トリュフ味、そんなおしゃれな名前のポテト食べたことなかったんだけど、なんか塩トリュフ味がおすすめって言われてロフトナインで食べたポテトめっちゃ美味しかった。1周年のリハ映像少しドキドキします、ね、やばい、あの1周年のリハ映像公開されると思ってなくて恥ずかしすぎでしょやばい、あんな記録用かと思ってたら公開されて恥ずかしい。白のロングスカートで楽曲が反抗予告やから推し編でガラッと変わった、確かに可愛くなったもんね急に、そうそうそう、ロフトナインで焼かないトースト食べたの福田さんが初めて、それはそうかもしれない、そうかも、さすがに焼かないパンだってあれメニューにないらしいもんね、初めてかも、美味しかった、イカリング食べてるの見えた、確かにステージって言っていいのかな、うん、あそこから美味しそう、イカリングいいな、ロフトナインこの前三原も出てたね、そう、よかったです、懐かしい、そう思うといろいろあった、ベージュというのは反抗予告の衣装の、反抗予告な、あ、ごめん、そういうこと、反抗予告か、あ、なるほどね、あー、そういうことか、
韓国予告はでも一人一人の衣装っていうか、まあ、みんなあれだった。まあまあはい、そうだね、確かにあれも茶色系。そうそうだね、確かにそうだね。 MV の順番で言えばそっか、それでいつだってだったね。確かにあのステージで着たやつのイメージでいつだってって言ってた。え、思った、え、思った。お酒ちゃんロフトラインの後開花メンバー一人卒業したし、リルネルは解散した。え、え、私さ、あの、え、思ったんです。なんかそう、あのロフトラインの時に私含めて4人だって、私が出た回はね。でもその他ユリピとかミハルンが出た回もあるんですけど、まあ、ミハルンはめっちゃ最近、ユリピは私よりもっと前なんですけど、え、そう、なんかさ、その時共演したアイドルさんがもうアイドル辞めて、あ、やめ、アイドル解散しちゃったんだって思ったら、もう今次新しいアイドルで活動されてて、なんならこの前もそのグループさんの次に彼愛出番だったりして、え、そうだよね、え、そうそうそうね、え、そうだからなんか、え、みたいな、あれ、この前共演したのに今違う、なんか、あ、もうアイドルされてないとかさ、そう、グループの中のメンバー変わっちゃったとか、そう、違うアイドルグループに解散したと言っちゃったとかあるけど、そう、えってなって、なんかそういうのも加味して、やっぱカレー愛って、カレー愛だ、カレー愛だって思いました。そう、なんかね、思った、さっきの話に戻るみたいになるけど、すごいよね、誰も変わってないの1年半。そうそうそう、下北沢の、えー、ね、下北沢めっちゃお腹いっぱいだった、あれ、私たちも、あのカレーの音がでしょ。衣装見るの楽しいね、推しグループの衣装は噛みすぎじゃない、あ、ほんとね、懐かしい、そうそうそう、びっくりした、これもいつか変わんのかな、この今着てるさ、サード衣装ってまあメンバーで呼んでるんですけど、今の衣装、3個目の衣装、ファースト、セカンド、サード衣装で、今サード衣装なんですけど、私たちはね、え、これもさ、今1個目のさ、いつだって戦ってるの衣装が懐かしいって話してるけど、1年半後にはこのサードの衣装懐かしいとか言ってんだろうな、もしかしたら無事衣装とかいただけたら、今後衣装とかいただけたらね、楽しみ。そう、そう、衣装、え、なんか衣装見つ、え、なんて言えばいいの、そう、さっき言ったけど、そのアーシャになっていってる、その MV の衣装とか合わせたらいっぱいあるけど、そうそうそう、そのアイドル宣言とか誇りとか疑似恋愛とか、なんかよくなんか、あといろいろあるけど、 MV の衣装、そう、オリジナルだけ、そうそう、ほんまにそれこのお酒ちゃんのコメント欄の説明が私の言いたいことかも、てかメンバーがそう呼んでる理由かもしれない、ファースト、セカンド、サードって、そういうあれかな、そういう意味で多分そう呼ばれてんじゃないのかな、分かんない、私服っぽい、あ、そうだね、私服衣装、私服衣装見れたらもうめっちゃあるね、大量大量、私服、あの衣装宝庫です、私服風衣装っていうのかな、本当に私服、アイドルでよかったの MV は本当のガチ私服だけど、私服衣装なんですけど、推し編なんて許さないは私服風衣装で、本当の私服ではなくて衣装なんですね、難しい、そう、レミア、確かにね、アーシャとか撮りたいなね、そうそうそう、難しいよね、何個衣装があるか、
難しい。ノイミーさん、イコノイジョイさんとか48系さんで言うと、シングル曲は何着衣装があるみたいな数え方をそういう言ってるかも。カップリングとか入れたらいっぱいあるねみたいな。近くで見ると衣装の出来ってすごい分かるから、ね、これ本当私もその事情は知らないけど本当よかった、嬉しい。なんか彼らはお金かかって嬉しい、そう言っていただけて。私たちもこの衣装は何編ですとかもちろんだけど聞いたことないので、ね、分かんないんだけど嬉しいわ。そうそう言っていただけてね。あと1週間早い。品川橋はないと思うよ配信。ぜひ会場にお越しください。私服風衣装見るな、私服の時間うまいうまい、私服と私服を掛け合わせてうまい100点。やばいやばい、今日のリハ終わり奈々さんといたから映った。100点。そう特に意味はどこなの。そう僕は別に聞いたこともないけど、あの隠されたとも思ってなかったから別にあれか。来週楽しみすぎね、やっと全国ツアー見に行ける、嬉しい、ありがとう。リオちゃんめっちゃ嬉しいんじゃない、リュウジンさんに会えるの。私も嬉しいけど多分リオちゃんなおさら嬉しいよね。応援あれか、え嬉しい、ありがとう、楽しもうね。そうもうすぐ、えマジランキング読む1時間で、そんとじゃあそうそうランキング読むわ。品川亀戸席だけど撮影不可の曲あるならそれもありがたい、全体見るか。確かに地方公演ごとしまったんですけど、地方公演はまあ8割方撮影可能だったけど、撮影可能じゃない曲もちょくちょくあって、それは見ていただけたいなと思う曲とか、そうカメラを置いて見てほしいなっていう曲とかあったからね。品川も地方公演と同じ感じだったらあるかもしれない。ツイッター見に行ったら素敵な人、ええー、ね嬉しい、ありがとう。みまでさん朝ごはん懐かしい、それはいつだって戦ってるの MV メイキングです。金沢に住んでるのかしら、行くね北陸も頑張る。ダジャレ100点とかもらえられ確かに 0.2 点って言ってるの聞いたことある。なんかさ 0.3 点でも 0.4 点でもなく 0.2 点かわいいかわいいかわいい。そうね、そうそうランキング見ますね。品川2カ所に亀屋、えそうそう初めて亀屋遺跡が絶頂跡とこう地方公園と同じような感じの後方彼氏面席の前に亀戸籍があってね、なんか奥手前のさ亀子さんにファンスしてたらさ、後ろの亀子さんが撮ってる写真がめっちゃ下向いてる写真ばっかになりそうだし、確かに。でもかといって亀戸籍じゃない方も私見たいし、でもいろいろ視野を広く見ますね。はい、ランキング読みます。15位。小一ありがとう。14位ラーメンありがとう。13位韓国ペンギンありがとう。12位およよありがとう。11位 D サクさんありがとう。10位青木地さんありがとう。9位ぴょこりんありがとう。8位やまびこ8号ありがとう。7位コウありがとう。6位あつのりさんありがとう。5位ティティさんありがとう。4位タンポポのお酒ありがとう。3位サガさんありがとう。2位患者さんありがとう。姫のギフト10個ありがとう。1位はドゥルルルズンテイクストックさんありがとうございます。虹のギフトとかもありがとうございました。ランキング読めなかったみんなもありがとう。品川広いからファンサ大変そうだね。そう
品川のね、今日ステラボールのなんか公式ホームページみたいなとこで画像見てたんですよ、客席とか。したらなんか椅子は赤い席だったよ、みんな多分ライブハウスじゃなくてホールの、みんな赤い布地の椅子に座るんだと思う。広かった。なんか普段やってるライブなんかないな、普段やってるそのまあマーキーとかウエストとかイーストとかの会場が ここからここ4番ぐらい、あ弱2でいっか、4番までのバミリだとしたらめっちゃさ横に長かった。なんかそう、あのステラボールなんか縦ここの幅は写真で見た感じそんな変わらんけど、横幅は広くてここは多分あんま変わらそんなにあれだけど、そう横がすごい広くておおってそうなりましたね。すごい こっていっぱい見ますね、楽しみ。席40番台だから足が、え、そうなの？マジ？横50席？え？横50席？やばい、声が。50席？え？大丈夫そう？あの、弱にって横15席とかなんですよ。3倍以上？え？弱にってさ、最前15番とかまでじゃん。まあその日の作りによって若干14番の日も13番の日とかもあるけど、最前が多分ちょっと分かんない、座ってないからあれだけど、え50番横、あでも弱にの15人がここだとしたら、この幅がこっちにいてこっちにいるみたいな感じってことだよね。だから15、30、45みたいな感じ。え、でも嬉しい、めっちゃ。え、でもさ、めっちゃ嬉しい。私正直正直弱にとかだと端っこで踊ってる時端っこで外側を向く振りとかだとこうやって顔出してファンの方、こうやって顔出してファンの方とやってるんですけど、そうやって顔出さないと本当にあの横の機材に向かって踊ってるっていうかファンさせてるみたいになるの。だからめっちゃ嬉しい、あの横幅広いの。いつも結構もう壁だからさ、機材とかめっちゃ嬉しいわ。やった、嬉しい。楽しみましょうね。本当にツアーファイナルでしか見れない光景もめちゃめちゃあると思うので、その日にしか見れない。そうね、香川が25だったから倍ぐらい、広いね。確かに全力でピョンピョンできる。確かにどんなに広くても福ひなしか見ない、嬉しい。やった、ありがとう。はい、ということでランキングを読みまして終わります。ありがとうございました。おやすみ、また明日ね。バイバイ。よかったらツイッターとか TikTok 見て寝てください。バイバイ。